たかし、こんばんは。はい、こんばんは、ねんちゃん。はい、それでは早速本日のゲストをご紹介します。本日も AKB48 チーム K の中田千里さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。中田千里です。いえ、そんな感じするよね。いえって感じだよね。ねえ、やっぱりなんていうのかな、まあ、可愛いよね。本当ですか。ぜひ YouTube で皆さんね、可愛い、うん、ね、キャッチフレーズってあるの？ ありますね。どういうキャッチフレーズ？5年間ずっと、うん、ふんわり綿あめのような甘い女の子になりたいちいちゃんこと。ごめん、笑っちゃった。笑いましたね、先生。ごめんね、もう一回、もう一回、ごめん。はい、じゃあ、いきます。ふんわり綿あめのような甘い女の子になりたいちいちゃんこと中田千里です。なんか恥ずかしい。わかる、うん、わかるよね。あ、綿あめよね。なんかこう、コットンキャンディっぽいな。コットンキャンディですね。でも、ちょっと飽きちゃって変えますか。変えた、変えようと思ってて、うんうんうん、ちょっと今、どうすんの、新キャッチフレーズは。新キャッチフレーズとしては、うんうん、若さだけがアイドルじゃない、大人の魅力で勝負します、ちいちゃんこと中田千里です。いい路線変更だね。でもまだいけるよね、綿あめで。本当ですか。でも5年間使ってきて、でもね、5年間使ってきて、うん、今年はいけるかもしれないけど、うん、来年再来年綿あめはね、だんだんやっぱりやっぱりもうお姉さんなので、年齢的な AKB48 としては。 AKB の中じゃどれぐらいのお姉さんなの。今25歳が一番最年長で、私23なので、うん、結構もう何人かしか、あ、そんなもんだ、お姉さんがいないんですよ、私より。へえ、はい。それに今2000年生まれの子とかいるんですよ。え、2000年、え、13歳。はい、そうなんですよ。へえ、そんな子いてんの。そうなんですよ。だからもう完全にふんわりなんかしてられないなんて。確かに、ね、現実を考えて。確かにね、はい、かね、だから大人の魅力で勝負しなきゃって。確かに確かに、はい、若さでは出せない大人の魅力で、うん、素晴らしい、はい。だけど確かに一つ二つだと僕14歳も違うとあれだね。そうなんですよ、もうすごいな、びっくりです、本当。だけどもう楽屋大変じゃないの、だって。わちゃわちゃですね、本当に。ね、14って中学生でしょ、まだ。はい、みんな制服で来たりとかするし、ちょっと宿題やってたりとかして、宿題やってる教えてあげてる子もいますね。はい、存在ですね。そうね、そうですね、確かに。でもなんか噂では、はい、好き嫌いが多い食べ物の。そうなんですよ。何ですか、例えば。例えば、私お寿司ほとんど食べれない。あ、お寿司。お寿司、魚介類っていうんですかね。うん、魚介類。生だけ？全部？あ、でも結構生苦手なもの多いかもしれない。調理によっては食べれたりするものもあるんですけど。あとは、なんだろう、いちごとか。あ、そうだね。なんかいちご好きそうって言われるんですけど、ふんわり綿あめ嫌いなんですよ。でもそもそも言ったら、あの、綿あめも嫌いなんですよ。なんかそのカミングアウト OK なのかな。でもなんかこのキャッチフレーズ使い出して、うん、結構いいとこ来た時にメンバーにバラされて、うん、ちいちゃん実は綿あめ嫌いなんですよって言われ出してから崩壊しだしたんです。なんかあれだね、ちょっとやっぱり AKB 仲悪いって本当っぽいな。まあついてきたと思って、うん、バラされたと思って。綿あめ食べる人あんまいないよね、うん、あんまり。そうですよね、うん、売ってないもんね。そうなんですよ、夏休みのこう、うん、夏祭りか、ね、屋台とか、屋台とか、うん、そう、祭りぐらいだよね。だから、うん、いいんです、それは。結構でもおっちょこちょいなの、うん、おっちょこちょい。なんか、ね、あのチラッと話した、はい、前回ね、放送で、はい、あの長島の永遠プレッシャーの、はい、なんか撮影中になんか転倒したとかいう噂を。そうなんですよ。ミュージックステーションっていうすごい大事な番組で、うん、年末スペシャルで、うん、こう映り込みに行こうとして映った瞬間に行っちゃったの。いや、あのあれはあの結構曲すごい移動するんですね、うん、でフォーメーションもたくさんあって、うん、でも何度も言うように私16位なので、うん、一番端なので、うん、移動が端から端なんですよ。確かに、ね、だから、うん、こう上位のメンバーはずっとセンターの方にいるので、うん、移動があんまりないんですけど、うん、私は端から端の移動が結構あって、うん、みんなよりも
急いで行かないと間に合わないんですよ、ね、だから、うん、結構走らなきゃいけなくて、うんうんうん、結構大変なんですね、うん、15位と16位、うんうんうん、でだからこう迷惑かけちゃいけない生放送だし、うんうん、大事な番組、うんうん、生放送だったんですか、はい、選抜として AKB を背負って今回歌うからと思って気合入ってたんですけど、そしたらなんだろう、銀テープっていうんですか、結構歌のなんか盛り上がりの時に降ってくるやつが、AKB の前のアーティストさんが歌ってる時にそれを使ってて、ちょうどそれが私の真横に溜まってたんですよ、テープが。で全然気づかないでやっぱり頑張ってるので、カメラ探して頑張ってるので、なんかね、もう目線はカメラだもんな。そうなんです、で下見てなかったんで、もう一歩目でその銀テープにこう滑って滑ったんですけど、転んだのがちょうどドセンターで転んだんですで移動だったので、サビに行く本当に一瞬の移動が、あの上からのカメラに切り替わった瞬間にセンターで転んだんでそれ作戦みんなに狙ったんでしょ、16位だからってなんか爪痕残したくて狙ったんでしょってすごい言われましたでも転んだ瞬間さ、多分すごい音する、いや本当にあのすってんって感じの転びか、いやもうめっちゃ痛かったですよ本当に。でもみんなメンバーもびっくりしちゃって、ね、みんな移動中なので、うん、みんな止まるよね、ドセンターで転んだんで、うん、もう怒られると思って、うんうん、すぐ立ち上がって自分のそのまま何事もなくやりました。喜んじゃうね、喜んじゃうとか美味しいな。でもそうですね、ちゃんと映ってた、転んだとこちゃんとバッチリ映ってましたお母さんは心配してすぐに連絡来ました。あ、そうだよね。すごい転び方だったけど、そこまで狙わなきゃいけないのって言ったから、違う、違うって言って。ありましたね、年末に。すごいな。結果的にでも注目されたので。ね、そうね。はい。え、普段な里ちゃん会おうと思うと、はい、AKB 劇場っていうの？そうなんですよ、秋葉原に、うん、あの専用の劇場があるんですよ、うん、でそこであのチームごとにチーム A、チーム K、うん、チーム B、チーム4って日替わりで公演をやってて、そのチームによって公演内容が全部違うんですよ。へえ、それはどんなことやってんの？お芝居は、あの基本的に歌とダンスで、で MC 挟んだりユニット曲をやったりとか、本当オリジナルでシングル曲じゃなくて、AKB48 としてのオリジナルの曲を2時間ですね、はい、やってます。で自分の持ち歌だけじゃなくて、まあ、代表的なやつ歌って、はい、歌ったりとか、16人で、どの歌が一番好きなの？うん、私はそうですね、ユニット曲っていうのが何人かでやるので、うん、なんかそこはこう見せ場かなって思うので、う今キャンディーっていうユニットやってるんですけど、ちょっと可愛らしい曲なのですごいアピールして、まあね、コットンキャンディー、コットンキャンディー、ね、そこかみたいな、コットンキャンディーでやってます逆にその得意な歌とか自分で得意な歌、ね、あでも最近やっぱりなんだろう、大人の魅力を出したいっていうのもあるので、うんうんうん、曲調が結構変わるんですよ、うんうん、本当に可愛らしい王道のアイドルの曲もあれば、うんうんうん、ちょっと歌詞も大人っぽいような曲もあったりするので、うんうんうん、曲によって表情をすごい変えようって意識してて、うんうん、でちょっと大人っぽい曲の時にちょっとセクシーにな表情でしてみたりとかとか、ちょっと表現力を磨きたいなと思ってやってます。お前の声のフォーチュンクッキーとか好きなんだけどね。あ、本当ですか、うん、歌えるじゃん。いきなりそんなダメだわ。歌います。え、サビのところでそれできるの？はい。え、今歌っていいんですか？いい。歌ってくれるじゃん。はい。ぜひ。しかしじゃあ、じゃあ手拍子して。なんか恥ずかしいので。さあ、レモンちゃんの赤ハートパートだな、手拍子をじゃあ。手拍子で、どの速さで。どの速さ。じゃあ自分で歌いながら手拍子します。はいはい、ごめんなさい。この番組そんな番組なんで。じゃあ行きます。はい、恋するフォーチュンクッキー、未来はそんな悪くないよ、 Hey Hey Hey、 月を呼ぶには笑顔を見せること、ハートのフォーチュンクッキー、人生今
夢よりもよくしよう。ヘイヘイヘイ。ヘイヘイヘイ。いいね、やっぱり。素晴らしい。ありがとうございます。うまいな。なんか声がね、こう伸びていいですね。うん、ありがとうございます。私も大好きです、この曲。いつ発売したんですか、すみません。これは2013年の総選挙で、うん、はい、決まったメンバーで。去年の紅白はこの歌？そうですね、やっぱり年末番組ずっとこの歌は歌い続けてきたので、私も大好きで、私この曲はあの選抜メンバーじゃないと、なんだろう、知らないので、テレビで初めて私聞いたんですね。そうなんだ。そんなもんなの。で、すごいいい曲と思って、うん、それなんか、あれだね、やっぱ選抜入らなきゃいけないね。そうなんですよ、やっぱ選抜入らないと情報が遅いんですよ、確かに視聴者と一緒なので、ね、ファンの方が先に知ってるってことだからね。ファンの方に教えてもらう情報たくさんあるので自分から発信したいです。そうだね、確かにそうだね、はい、今年はね、そうなんです、そうなんですよ、今年はもっともっと、あ、いつも総選挙6月ぐらい、6月ですね、大体、6月の上旬ですね。ね、前回の放送でもね、総選挙仕組みを教えてもらいましたけどね、シングル買ってぜひ中田千里さんに投票ね、はい、そうです、中田千里で、1票というやつ、10票でも、何票でも何票でもね。そういったらね、教授が投票してあげるっていう、そうね、確かに確かに、とりあえずあの固定票だよね。そうですね、AKB 劇場に行くのって、はい、予約とかいるの、やっぱり、あの、昔は本当に初期の頃はこうファンの方が並んで、まあ早いもの順というか並んだ順にチケットが受け取れたんですけど、今は倍率がすごくなってきてて、抽選で、あ、抽選なん、そうなんですよ。じゃあ予約とかできないの？そうですね、基本的に応募して、あの抽選で250人なんですよ、劇場入れるのが、なので、あの何日かしたら当選メールが来た方が行けるって感じなので、結構大変だな。そうなんですよ、やっぱなかなか当たらないって声も聞くので。ファンの方って男性の方が多いんですか？そうですね、男性が結構多いんですけど、やっぱだんだん、なんだろう、女性の方にも興味を持っていただいたりとか、握手会よく AKB やるので、そうすると女の、あの女性の方が結構増えてきて、すごいでも嬉しいですね、やっぱ同性の方にこう共感を得てもらえるっていうのは、なかなか難しかったりするとこもあるので、嬉しいですね。女性のアイドルユニットってね、一つ間違うと男性のファンだけど終わっちゃうこと多いもんね。そうですね、嬉しいです本当に。でちっちゃい子とかも来てくれたりするので嬉しいです本当に。幅広くていいですね。そうなんですよ、やっぱり握手会だと直接触れ合えるので、握手会って、はい、その本当に握手するの？本当に握手します、その CD とか買うと握手するの？そうですね、はい、やっぱ何回も来てくださるとやっぱり私も覚えるし、すごい嬉しいですね本当、直接声が聞けるので、それもやっぱ秋葉原でやってるの？それは結構大きな会場で、あ、そうなんだ、イベントでやるわけ、はい、そうです、へ、大きい会場で、それはなんかそのなんかファンの子の前に並んで握手するわけ、あ、ファンの方がこう決まってるんですよ、なんか何番レーン誰誰とかで、そのレーンに並びます。ということはすっごい並んでるレーンとすぐ見たレーン出るの？そうですね、まあ、いわゆるやっぱ選抜メンバーはすごい長い列だったりしますね、はい、なんかものすごいあれだね。人生鍛えられるね。そうですね。個別握手会とかだと1レーンから90何レーンとかまでずらーっとメンバー一人一人なので、はい、ファンの方、いろんな方に握手行きたいファンの人は大変ですね、80何レーン行って次、あ、40何レーンだとか、ぐるぐる回って、でもレーンが短い子だとすぐ次行けるからね、そうなんですね、結構そこは、まあ、シビアなとこもあるのかもしれないですけど、やっぱでもそういうのをやっぱちゃんと肌で感じて、まあ、頑張ろうって、思えるので鍛えられます、じゃあ新しいキャッチフレーズで、はい、2014年からは、そうですね、もう大人の魅力全開で頑張っていきたいです。ちなみに大人の魅力の一番の売りはどこのポイントなの？何ですかね、セクシーですかね、
セクシー。いやいや、可愛いからセクシー。そうですね。今ちょっと疑問符ついたけどごめん。どの辺かなと。そうですね。まだ私も定まってないんですけど、とりあえず言ってみることが先かなと思って。そうね。まずは形から入るはずだよね。はい、でそこからちゃんと固めていきます。じゃあ、はい、あのセクシーな場所が決まったら、はい、ぜひまた番組に来てください。またお知らせしに行きます。ね、はい。もうセクシーなタレントさんは今で多かったから、はい、ぜひじゃあ次はそこのポイントセクシーを、はい、セクシーやセクシーやってるはでも違った分野だなまた楽しみにしてます、はい、ね、ありがとうございました、ありがとうございました。